お茶さんが、あ、思う、うん、とある日、ハイブの社屋へ桜を訪ねに来た男性。どこか見覚えがある人も多いんじゃないでしょうか。너무감사해가지고동사인사드리겠습니다선생님선생님아예아순하신대로선생님네前回のカムバで出演した番組の中で桜が一番記憶に残っているのがピシックショー。아진짜피식쇼와こちらがピシックショー。共演者の一人がチョンジェヒョンさんでした。この時は MC の方はもちろん、こちらの方が熱心に仕事をするのを見た桜、その後の鋭すぎる一言が話題になりました。궁금한게있는데너는다똑같이봐그러면여기중에제일돈그돈값못하고있는사람은누구지しかしこの桜先生の言葉が持ち前の才能に火をつけたのか、ジェヒョンさんは芸人として大きな成長を遂げたようです。너무일취월장요즘웃겨가지고많은분들이어진짜요네동화에활약을얻고있는라시이사쿠라와지금의재현씨를표현하는한어떤말을목격했다そうです。마지막에사쿠라가만든괴물난자막이있어가지고후레포토홍상태어나왔던재현씨ですが現状には満足せず、사쿠라に新しいダメ出しを欲しがると。요즘눈물흘리시잖아요、네、약간그거만믿고가는느낌이安易な笑いに頼りすぎるなと痛いところを突かれることに。そんな先生と呼びたくなる桜に手紙を書いてきたジェヒョンさん、一部だけご紹介します。친애하는사쿠라님에게저를낳으신건저의부모님이지만진정으로만드신건사쿠라님입니다정말감사합니다이렇게까지그한마디로이렇게까지사람이제인생을송두리째바꿔버렸기때문에와개그네사라니프레젠트마데요이시테이타재현산메그미오카에스というような의미のある引き返るしかもこちらは순금 99.9 요보증서도같이他にも桜に送る詩を朗読したり歌まで歌った재현산の活躍と困惑する桜の様子はぜひ元動画でお楽しみください。それではまた。